ワールドカップを経て、新シーズンが開幕して、自分の中でこう変化、まあ、進化したなと思う部分、メンタル面およびそのプレー面であると思うんですけども、それぞれ自分の中でこう進化したと感じる部分のところもしあれば教えてください。まあ、4試合中4試合、全部ではないですけど、コンスタントに数字を残して来れてるっていうのはいい傾向かなと思いますし、まあ、それだけチャンスに絡めてるっていう証拠なので、まあ、自分からチャンスを作れてるシーンが増えてるっていうのもありますし、まあ、周りからのサポートも経て飢えてるっていうのもありますけど、まあ、それだけゴール前に近くに行けてるっていうところはいいことかなと思ってますね。何かワールドカップの経験をこう経て自分の中で意識がより変わった部分とか強くなった部分というのはありますか？まあ、ワールドカップ前から常に世界のトップとやらないといけないというのは思ってましたし、まあ、それがよりワールドカップを経て加速したというのもありますし、まあ、でもやるべきことは毎日変わらないので、時間を大切にしたトレーニングにしっかりと 100% を支え込むということだけを意識してやってます。より代表の中心だというこう自覚だったりとか意識の変化、強い自覚みたいなものが芽生えてきているものでしょうか？まあ、自然とそうですね、スタメンだったりそういう試合数が増えてくればそういうふうにも見られると思いますし、まあ、その自分のプレーがよりチームに影響する値も増えてくると思うんで、まあ、そこは自覚も増えてますし、まあ、でも毎試合の評価が本当に毎試合毎試合が積み重なってその評価につながると思うんで、まあ、目先のことをしっかりと考えながらやっていきたいなと思ってますね。そういった中で今2列目の攻撃陣、非常に、久保選手や鎌田選手や本当に各地でそれぞれの選手が躍動していると思いますが、まあ、そのあたりのこう刺激を受けるといった感情はありますか？そうですね、どのリーグでもニュースに入ってきますし、まあ全選手が結果を出さないとっていう意識のもとやってるっていうのはすごくいいことだと思いますし、まあ、それがうまく競争力を上げて代表につながってくると思うんで、まあ、強化はできてると思いますし、でもリーグも違えばチームも違えば戦術も違えば代表もそれも違いますし、まあ、そこにしっかりと調整していくっていうのは、まあ、別の作業になるので、またチームとして話し合いながらやっていきたいなと思います。クラブチーム、ブライトンで求められる役割と代表の中で自分が求められている役割、そのあたりに変化、違いなどはありますか？もちろんもう全てが違うぐらい戦術的には違うので、まあフォーメーション的にも違う時もありますし、ボールを受ける高さだったり動き方も違うところありますし、もちろん選手が違えばその特徴に合わせてプレーを変えないといけないので、まあ、そこはしっかりとアジャストしないといけないですけど、まあ、ボールを持った時のプレーっていうのは変わらないものはあるので、まあ、そこを出せればうまく味方を生かせるんじゃないかなと思ってます。先日森保監督にインタビューさせていただいた時に、三笘選手、まあ、選択肢がこうさらに今シーズン増えて、まあ、その判断のスピードだったりとかタイミングっていうのがすごく賢いということをおっしゃられていたんですけれども、まあ、ヘディングでのこうアシストだったりとか攻撃のパターンっていうんですかね、そういったものがこうよりさらに増えたなという感覚を受けるんですけれども、そのあたりについてはでしょうか？そうですね、昨シーズンからやってきたことをもう一回フィードバックして今シーズンに落とし込んでるところですし、まあ、やはり自分がやりたいことよりも相手が嫌なことをするべきだなっていうのを常に考えているところで、まあ、それも難しいところありますけど、まあ、チームのベストのところの役割を自分が常に考えながらプレーしているので、まあ、そこは実っているところが今のところは多いかなと思ってます。ご自身のここまでのリーグ戦の出来というのは、まあ、もっとさらにやれる、さらにいろんなパターンが出せるという感覚ですか？それともそうですね、もちろんもう少し得点を決めれるチャンスもありましたし、ウエストハムにも1回負けてますし、まあ、全勝してここまで来れればよかったですけど、まあ、そんな甘くないなとも思ってます。森保監督がですね、26年のワールドカップに向けて、まあ、3年という時間が、まあ、あるようで、実はそんなに時間もない、本当に無駄な時間はない、一試合一試合がすごく大切になってくるとおっしゃっておりましたが、まあ、3年後というところで、選手の中に今、どういったビジョンがありますでしょうか？
まあ、ほとんどの期間がやっぱリーグ、クラブチームでの時間になると思いますし、まあ、代表が集まって数回の中で、数日の中で戦術を決めながら、チームとしての基盤を作りながら、まあ、アジアカップを戦って、予選を戦っていくっていう形になるので、やっぱり毎試合のフィードバックをしながら次につなげていかないと、積み重ねにもならないですし、まあ、勝つことでやっぱチームの自信になって、それがどん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 積み重なっていくと思うんで、まあ、結果を出し続けていくことでチームも強くなっていくんじゃないかなと思ってますね。3年後、さらにベスト8、ベスト4、そして優勝と目指していく中で、日本代表がこう次のステップに行く上で、何が必要で、でその上でこう自分がするべきことはどういうことだというふうに今お考えでしょうか。まあ、やるべきことはたくさんありますけど、やっぱ個人個人の質を高めて、一人一人が局面を打開できるようになって、一人一人が一人で守れる力をつけていければ、もっともっと上に行けると思いますし、まあ、その中で戦術があると思うので、まあ、まずは一人一人が成長していくことが大事かなと思います。もっと上を目指していく上で、3年後ワールドカップ、今の段階で三笘選手の目標というのは、どういった目標でしょうか。まあ、ワールドカップはその積み重ねの先にあると思うんで、まあ、そこはまだ考えてないというところですね。今回、トルコ戦の中継となりまして、日本のサポーター、改めて三笘選手、どんなプレーを見せたいか、教えていただけますでしょうか。そうですね、ドイツ戦に注目いきがちですけど、トルコも非常に強いですし、本当に厳しい戦いになると思いますし、まあ、まだ分析できてなくて、なかなかどういうチームかしっかりとは言えないですけど、力のある選手が多いっていうのは事実なので、まあ、そういうヨーロッパに対しても、ヨーロッパの国に対しても、互角以上の戦いをしていかないといけないですし、もっともっと FIFA ランクを上げていかないといけないですし、自分たちがやれるっていうところを、まあ、この2試合で見せれれば嬉しいですね。